来ました来ました、アイダポーン。日本からだよ。はい、皆さんこんにちは。フィンランドのイダポです。マモです。日本からね、荷物が届いたんですよ。夜空届いたの。うわー、楽しみだね。いや、ノルウェーから戻ってきた時に、なんかね、お知らせが来てて、税関の人で止まってますっていう連絡が来て、ね、いろいろね、いろいろこの手続きを踏むんですけど、無事に届きましたよね。これね、これちょっとビリビリってやっちゃう、ビリビリやっちゃう。すごいね。あ、板やりたかった、気にしろね。はい、どうぞ。ありがとう。乗ってくれてありがとう。ねえ、でもなんかここから開けるより、これユニクロだって、こっちから開けよう。ほら、これこう多分ここをやったんじゃない？ねえ、ここ。ほら。じゃあちょっと開けるわよ。行きますよ。行きますよ。大丈夫ですか？はい。皆さんやる？でも切れちゃったよ。一緒にやる。一緒にやる？そんな、なんか、結婚式のケーキみたいじゃないか。じゃあそっちがいいじゃん、やって。いい？大丈夫。うん、いいよ。その端っこからやってる。危なくないよ。うん。そう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 、上手上手。あれ？このね、ちょっと待ってな。ママちょっとお手伝いしますよ。よいしょ。はい、このままやってよ。はい、どうぞ。右手右手。抜けちゃった。ほら、こういうとこにダンボールが切る。そう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 、テープ切るんで。よーし、上手。よくできました。じゃあ、今度こっちに。すごい、すんなりできてる。何？何？何？どうする？あ、すごい。新聞。なんか懐かしくない？日本の。新聞。ほら。なんか葛飾って、地元の。地元の新聞。いいじゃない。ねえ、すごくないこれ。ねえ、なんか、まあ、これは別にいいか。すごい。ちょっと見てこれ。あ、ポケモン。ピカチュウだ、ピカチュウ。いいじゃない。これは？なんだろうこれ。何これ。ねえ、あ、飲み物だよこれ。ほら、これさ、お湯入れて飲むやつだ。これすごい、なんかチョコレートの、ホワイトチョコレートのやつだ。やっぱりさ、あのほら、ノルウェー行ってる間に着いたからさ、ちょうどさ、クリスマスのやつをほら、やすよちゃん送ってくれた。ねえ、すごいね。次は、あ、なんかいろいろ入ってんですけど、なにこれ、はっ、すごーい、そう、お菓子お菓子、ちょっとごめんなさい、ほらほら見て見て、これすごくない？これほら、和菓子の詰め合わせ、ちょっとイタポンが見えない、まあいいんじゃない。あとは、あ、すごい、なん、あ、これサバ、サバ焼き鳥。サバ、嬉しいじゃない、こういうのさ、ラビー、うん。あとは？それ何？何？カップラーメン。カップラーメン。アンパンマンだよ。アンパンマンのカップラーメン。すごい。あとは？これが？あ、なんかすごい。ジンジャーブレッドマン。わー、すごいじゃない、これも。美味しそう。ねえ、やっぱりさ、クリスマスに合わせて送ってくれた、ママとイダちゃんさ、ノルウェー行っちゃったからさ、ごめんなさいね、アスヨちゃん。まあ、でも、あ、ちょっと、これも、いや、ぶりっこぐらしだ。ちょっと二つだからさ、まあ、イダちゃん、イダちゃん二回食べてもいいけど、ママもちょうだい。一口ちょうだい、一口。わー、素敵。あ、やだ、ホイップクリーム屋さん、ほら、なんか、新商品っぽくない？お祭り、いや、もっとすごいのがある。イダちゃんが大好きなの。コーンクリームスープ、こっちないのよ、コーンクリームスープっていうのがね。よかったね、イダポン。寝る。あ、これ2個くれた、2個。すごい、いっぱい入ってない？あ、チャーハン、これ。あ、嬉しい、これ。これさ、必ず、日本に行くと必ずね、これ買うんだけど、
もうね、夏行った時のはもうなくなっちゃってね、どんだけ食べるんだって感じだけど。あ、これツナ。日本のね、ツナのフレーク。これ石鹸。石鹸ね。これうち、ね、ミューズのね、石鹸使ってるね。すごいじゃないか。ねえ、ありがたいことだわ。あとはこれは、あ、これサバ。やっぱりさ、サバ缶いいよね。日本行ったらさ、サバ缶はね、今度ちょっと行った。何これは、あ、これほらほら。あ、味付け海苔でございます。味付け海苔、おいしい。生卵とこれが好きなのよ。美味しいよね。ね、美味しいよ。夏にね、韓国海苔は、コストコで買ってきたのね。いっぱいね。で、味付け海苔も、ねえ、ママのお姉さんのね、家の近所で買ったんだけど、もうな、食べちゃったもんね、でもね。もうありがとうございます。嬉しいね。なんか来てる？何？あ、何？ちょっとさ、ちょっとこれ最後にして、最後ほら、なんかこれ見せて。なんだこれ？これちょっと箱、もう空でーす。空ですね。ないでーす。これ本当はここから開けて欲しかったのかもしれないね。考えてくれたんだよ。まあでもいいじゃん。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。ちょ、これママ、これが気になるんだけど。あ、メリークリスマスだ。メリークリスマス。あ、素敵。何これ？すみっこ暮らし。すみっこ暮らしだよ、いだ。あ、カビがいる、カビ。ん？カビいる。これカビっていうの？うん。あのマリオみたいな。あ、そう、マリオ。あ、カビね。いや、すごくないこれ。こういうのが楽しいよね。これ楽しそう。ねえ、だってさ、こっちにはないじゃない、こういうの。あるんだけど、エルサのほら、スカートがついてたり、シューズがついてたり、そういうのあるんですけど、でもさ、ノルウェーとか、スウェーデンで買っててさ、フィンランドだと、おまけもあるよね。偽物の口紅みたいなさ、プラスチックでできてさ、そういうのあるよね。ねえ、でもこれ楽しいよね、こういうね。よかったじゃん。イダちゃん、こっちが気になるでしょ。ね、カードが気になるイダちゃん。あ、読んで読んで。読める？読めるかな？よし。ママのイダちゃん、フィンランドのクリスマスは、どんな感じになるかな？イダちゃんはサンタさんにどんなお願いをしたいかな？素敵なクリスマス。クリスマスカードは、クリスマス終わりましたけど、でもすごいね、嬉しい。やっぱりさ、日本からのこういう嬉しいよね。だって全くこちらでさ、ま、全くっていうか手に入るものもあるけど、でもね、これがこの前アジアンショップっていうところがあって、これがね、いくら6ユーロぐらいで売ってたの。6ユーロっていうと、今だと6424の6でね、800円以上、850円ぐらいなの、これが。ねえ、日本だといくらだ、200、300円で買えるでしょ。ねえ、いやー嬉しいですね。何か今一点見てた、これが食べたいんでしょ。ねえ、じーっと見てなかった、これ。ねえ、こういうのもさ、日本独自よね、こういうのね。嬉しい、ほんと。やすよちゃん、ありがとうございます。ねえ、ま、今度ね、また、いつ行けるかな、日本。わからないけど、楽しみだね。ねえ、それまでにさ、ちょっとこれ、こういうのはほら、取っておけるじゃん。缶詰はさ、これいつまで？これも大丈夫。ねえ、ねえ、これはほら、まだ大丈夫。あと3ヶ月間ぐらい大丈夫。ね、これかわいい。あ、欲しい。あ、いつ食べるの、これ。今日。今日食べる。今日。今日パスタ作っちゃった。そうそう。あ、これいつでも食べれるからさ、もうちょっと待ちねえよ。でも食べたいね。食べちゃう。ママ一人でパスタ食べる。
ねえ、じゃあ、本当にこれもママはこれすっごい楽しみだよね。ガちゃんは、うん、これ あんこ好きだよね。美味しそう。ママね。美味しそう。ああ、嬉しい。美味しそう。これでさ、今度、日本に行くまでのさ、ちょっとね、時間を、これで、十分ね、補いましょう。うん。ね。なんかさ、イベントの時、例えばさ、金曜日とか、イベントじゃないじゃんって。そういう時さ、楽しみ、こうやってちょっとずつさ、これ食べるといいじゃない？ねえ。はい。じゃあ、今日は、どこ見てるの？これ気になるか、やっぱり。うん、気になる。ねえ。まあ、そうだよね。楽しみだよね。ねえ、じゃあちょっとこれ開けてみたら。ママは、ちょっとこれ食べてみるか。これ食べてみていい？食べちゃうか。日本のね、輪ゴムも貴重よね。こっちの輪ゴムってさ、ごっつくってさ、全然伸びないの。ね、伸びないよね。伸びない。もう嬉しいな。ちょっとこれ切れない。カッターで切っちゃうかな。かわいい。あ、かわいい。あつ森。あつまり動物の森だ。そうそう、あつ森って、なんかの名前だと思ったら、あつまり動物の森のことだったのね。ねえ、あつ森。あつ森？そうだよ。うん。見て、ほら。おー、おいおい。豆チキルミチ、うん。カラパッチ、ママチキル。ママ、これちょっと食べてる。あ、そう。でも、これほら。イザちゃん、自分で見ないよ。こう、まあ、今、イザ君が言ってたら、これね、こんな感じ。ね、かわいいね。やっぱりさ、こういう漫画とかってさ、日本が発祥じゃない？うん、だから、漫画ね、すごいよね。発祥っていうか、こちらの人たちも、若い子はみんな漫画で日本語を覚えてるんだね。ねえ。もう、撮影どころじゃないですね。目指しちゃってね。まあ、いいんじゃないでしょうか。じゃあ、どうぞ。開けるの？まあ、オッケー。よし。パチャパチャ。でしょ？へぇ。おぉおぉ入れた。これさ、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。あ、かわいい！かわいい。見て見て、これ。ほら！こうなってて、こんなのいっぱいついてるの、ほら。すごい。かわいい。超かわいい。どうぞ。ママがちょっと、さっきからずっと全然食べれない。ちょっと食べちゃおう。何これ、モナカ。モナカ。ママにはモナカが来たぞ。くるみ餅。ひなこ。やだ、これ。黒餅、黒蜜、餅入り、きな粉、もなかだって。あ、ほんとだ、きな粉が入ってる。ちょっと食べて。いただきマンモス。失礼。え、さ、開かないんですけど。あ、いたいた。食べちゃう。いただきまーす。食べる？食べない。うまっ。黒蜜だ、ほんとに。おいしい。ね、おいしい、これ。どこの？あずきパイだった、あずきパイもおいしい。ね。いいなぁ。じ
ゃあ今夜さ、これにするんだ。うん、これ食べよう。もう一個しかないんだ、これ。まあ、ママはいいよ。ママこれね。おいしい。幸せだね。そういうの好きな人だね。かわいいじゃない、ちっちゃくて。あ、これ、もう一個食べちゃうからね。出る？それ。ママこれキャップ取ろうか？ウェイ取った。はい、ね。でもこれさ、紙にさ、これほら、これをさ、写すんでしょ？こういうの。これを何かさ、紙に、ここに紙引いてさ、ここに紙引いて、これでこうやってこれ書くんじゃない？うん、そうだ。知ってるの？うん。これ書けるよ。あ、そう。ほらほら、ここにこうやってね、こうやってなってるから。ね。こんな風に書いて、ここの線の色とかを。書くのね。楽しそうじゃん。じゃあ、後でやってみようね。やってみよう。ねえ。いやー、嬉しいなぁ。ねえ。ママ、またこれ後で。ちびちび、ちびちびと。うん。イラちゃんが学校に。学校に行くのに行った時の行ってらっしゃいって言った後チビ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 食べちゃったね。じゃあ今日はね、ママの実家からね、ママの弟のお嫁さんであるやしおちゃんがですね、クリスマスに向けてこのようなたくさんプレゼントくれましたね。すごく感謝ですね。はい、それでは皆さん、バイバーイ。ね、これも良かったじゃない。夏にさ、ソーダ味は買ってきたけど、この味にね、グレープ味っていうの食べてない。ありがたいことだわ。これってさ、何なんだろう。チョコレート。やっぱりさ、これお湯にほら、ねえねえ、これさ、マシュマロじゃないこれ。あ。マシュマロとさ、ホワイトチョコレートだ。なんか面白くないこれ。美味しいですよ。ねえ。すごい。ドイツのだって。ドイツ？そこじゃん。違うか。でも素敵。これね。すごい。珍しいですよ、これね。フィンランドにはないもんね、これね。うん、ない。ねえ。